こんにちは、斉藤直樹です。先日僕はこんなツイートをしました。あ、ツイッターは X っていう名前に変わったので、ツイートじゃなくて、X って言うんでしたっけ？まあ、ちょっと言いにくいので、ツイートって言いますね。はい、こんなツイートです。よく学生に、絵描きとしてフリーランスになるべきか、それとも会社員になるべきかと聞かれることがありますが、フリーランス絵師の皆さん、会社員絵師の皆さん、何かアドバイスありますか？はい、これね、特に将来クリエイター職に就きたいって思っている高校生、大学生、専門学生からよく聞かれる質問です。自分の将来をね、大きく左右する選択なので、かなり気になる進路問題です。それと一方でね、絵を描いている人のほとんどは、まあ、別にね、プロを目指して絵を描いている人ばかりではないんですが、でもそうは言っても、ひょっとしたら自分の絵がバズったり、話題になったりして、イラストレーターとして活躍するような未来もあるかもしれないな、なんて思う人はね、結構多いのではないでしょうか。そういう人によっても、こういう進路問題って結構気になりますよね。それもあってか、こちらのツイート、多くの人から反応をいただきまして、146件のリプライ、そして323件の引用リツイートがありました。でね、このツイートを見た多くの人から、すごく参考になる、勉強になる内容って反響がありましたので、今回はその内容について、僕が気になった意見をいくつか紹介しつつ、解説も加えていこうと思います。この動画を見ていただければ、将来クリエイターになりたいっていう人はもちろん、あわよくばそっちの方向に進む未来もあるかもな、とぼんやり検討している人にとっても参考にしていただける将来の道しるべにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう。会社員のすすめ。はい、まず最初に紹介するのが、フリーじゃなくて会社員になった方がいいっていう人の意見ですね。この意見がですね、結構多くて、全体の 70-80% が会社員になった方がいいという意見でした。関野武弘さんのツイート、圧倒的安定感という点で会社員、貯蓄も少なく収入も不安定で、職歴も経験も少ない20代前半にフリーランスをやるのは勧められないでしょう。そして佐竹俊介さんのツイート、いずれフリーランスになるとしても会社員を経た方が近道になるのではないかという気がします。総合的な社会人スキルの習得や人脈や貯金をある程度確保してからの方が働きやすいという意味で、会社員になれるチャンスと力があるなら一度はやってみることをお勧めします。ということでね、この意見すごく多かったです。フリーになるよりも会社員になった方が、まだ何者でもない社会人1年生にとっては多くの経験も得られるし、お金も人脈も増やすチャンスがあるという意見ですね。いや、これはね、本当にそうですね。それとこんな意見もありました。ボンカラさんのツイート、いきなりフリーランスになった時に、もしかして会社員の方が向いているのだろうかって悩みが発生すると大変だと思うので、先に会社員をやってみる方がメンタル的にも良さそうな気がしています。はい、これはですね、迷いを断ち切るっていう意味での一旦就職ってことですね。まあ、少しでもね、興味がある場合には一旦会社員になっていた方が、いや、あっちの方が向いてたのかなっていう可能性をいつまでも引きずらなくてもいいので、迷いを断ち切るために就職も一旦ありだよっていう目線ですね。そしてね、会社員って聞くとやっぱり最初に首をもたげてくるのがコミュニケーションのスキルについてです。こういう意見もありました。吉本ゆうたぬきさん、人付き合いとかルールとか倫理とか、自分の思った通りにいかない歯がゆさ、めんどくささは山ほどあったけど、フリーになってお仕事をする相手の苦労を想像できるようになっただけでも、社会人の経験に損はないと思います。っていうことでね、やっぱり会社員になって必要に迫られてコミュニケーション能力をつけるっていう場合も多いと思うので、一旦ね、そこは通っておいた方がいいよっていう意見と、あとね、これはちょっと特殊なんですが、作者2さんのツイート、学生のうちにいろいろ人や社会と交流してみて、自分は集団でやっていける能力があると思えたら、会社員として社会貢献ができる。はい、特にね、作者2さんは最初からフリーランスになっちゃった人なんですが、ご本人はね、とある会社の社長さんに相談したところ、君は会社員に向いてないからフリーになれなさいって言われたそうなんですね。まあ、これ言い換えれば、君は腕があるからコミュ力はもう諦めなさいみたいなね、意味にも捉えられるんですが、まあ、かなり腕があるとフリーの選択肢もありますが、まさにね、さっきボンカラさんが言ったように、ちょっとね、作者2さんのコメントからは会社員にもなってみたかったなみたいな、後ろ髪引かれるような思いのような、そういうニュアンスもね、感じられますね。
はい、一方でこんな意見もあります。ふみさんのツイート、専門学生さんにたまに就職状況を聞くと、就活うまくいかないんで一旦バイトしながら頑張ってみようかと思いますと何度か言われたことがあるんですが、これだけは言う、何が何でも大手とか関係なくゲーム会社どこか入った方が転職しやすいと、何もない人間がそう簡単に転職はできないと。ってことでね、まあ、就職って聞くと営業職とか事務職とか、まあ、今だとエンジニアとかそっちの方向を考える人も多いと思いますが、まあ、絵師の場合はねデザイナー職とかディレクションなどで就職するパターンもありますよね。で、転職を考えた場合にはやっぱり職歴があった方が採用されやすいよっていう転職を考えた場合のアドバイスです。はい、これもね大事な視点ですよね。あとはね、僕これすごく共感しました。町田律さんのツイート、様々な社会経験をしていろんな知識と経験を積んだ上で書けるもの書けないものの差が出てくるので、社会人から絵師の方が個人的にベストかなと。若いうちに書けないものももちろんあるけど、結構大人になってから書けるものというのはたくさん増えるので、できるなら社会人おすすめする。生活の保険とかそういうのではなく、まあ、それもあるけど単純にいろんな仕事を経験しておくといい。どんな経験が生きるかわからないし、あとフリーランス絵師になるなら自分を売るやり方とか営業の仕方とかゼロから一人で学ぶことはすごく難しいので、会社員とかやれば組織の仕組みも仕事のやり方も分かってくるから自営した時に活かしやすい経験談。はい、そうなんですよね。絵を描くことばっかりやってると絵のことしか考えなくなってしまいがちなんですが、特にね漫画を描く場合にはそうだと思うんですが、人生経験が少ないとそれだけでネタの豊富さという意味では不利じゃないですか。ネタのストックをまずは増やそうっていう意味でも、いきなりねフリーランスになるのではなくて会社で経験を積んでおいた方が後々ネタに困らなくていいぞっていう、そういうね経験からのアドバイスでした。これはね僕もそう思います。はい、次はねかなり長かったので一部省略して紹介しますね。サクナルさん、私はどれにも該当しないというか、アニメーターから別職種の IT プログラマー会社員、そしてそこからフリーランスイラストレーターという経歴です。ビジネスマナーはもちろんのこと、その作品商品元の上流工程の流れや仕様書の整合性などについても、予測どういう感じになるのか提案、予測から得た懸念点や疑問の洗い出しや質問など、実装本制作テスト改善と修正という流れをイラストにおいても意識しております。そして結構ありがちなのが予測のところが欠如しがちで、例えば最初に余裕を持って締め切りがあったとしても、その後の工程でどんどんバッファが削られていくと後の工程にもしわ寄せがやってきて、気がついたら自分の締め切りもカツカツになっていたなんていうことはよくあります。というか締め切りのある作業はどの職種問わずほぼ確実にあります。こういう経験は現場でしか経験できないもので、もし会社員であればいざできなかったとしてもその保証をしてくれるのは会社です。つまり責任という部分において会社員であれば会社が守ってくれるというわけです。そうした積み重ねの経験が後になって自分の考え方として気をつけようと思えるようになっていますし、会社にいる間は責任という部分についても教養、熟考に時間を取れる期間でもあります。フリーだと全部責任は自分で負わなければいけませんし、そのリスクを考慮した先を見据える予測というものもやはり現場でしか分かり得ないものであるので、最初からフリーという選択肢はどんなに上手い人であっても現場経験が浅かったりした場合人一倍リスクを背負うことになります。中には騙される可能性もあるでしょう。私はどの職種もまっさらな状態で始めましたが、それでも前職であったり過去の経験というものは今の仕事、今の自分に全部つながっており生かされています。ってことでね、いろいろな職を転々と経験された方の意見ですが、大まかにまとめるとね、商品制作の工程を最初から最後まで俯瞰的に把握できれば、どこでクオリティが落ちがちなのか、そしてどこにしわ寄せが来がちなのか、予測が立てられるので、一度会社員を経験しておくのは良い経験なのではないかという意見ですね。それとこの方が言うようにね、たとえミスしたとしても責任の大半は会社が負ってくれるので、個人が直にミスの損失を負うことがないっていう意味でも、会社に所属するメリットっていうのは大きいですよね。フリーランスの勧め。はい、ここからはフリーランスを進める意見を紹介していきます。まあ、僕はねもうちょっとフリーランスを進める人っていうのは多いのかなっていうふうに思ったんですが、まあ、ツイートしてるねご本人が会社員を経験していないフリーランスの方であっても、人に勧めるんだったらまず会社員をという人がほとんどだったので、
結構ね、これは貴重な意見かもしれません。ヒュラさんのツイート。学校の延長感を求めるなら会社。好きな時に好きなだけ寝ていたいならフリーランス。ってことでね、フリーを進める理由としてよく聞くのがこのパターンで、いつまでも寝てられる。これ逆に言うとね、自分は夜型なので、夜型の方がクリエイティブな生活ができる。っていう人にとっては、消去法的にフリーランスを選ばれる方も多いようです。他にも、人付き合いが苦手。自分で全部決定したい。なんていうね、性格の人も、会社員が結果的に向かないから仕方なくフリーランスになっているっていう人も結構多い印象です。次は尾形テイさんのツイート。一定の画力があって漫画が描けるならフリーランスもありかもしれません。昨今はコミカライズ需要も多いですし。ってことで、これはね、結構ポジティブな意見ですね。特に漫画を描きたい人は、原作があってね、それをコミック化、コミカライズ需要が多いので、絵が得意で漫画が描けるのであれば、いきなりフリーランスも十分にありっていうアドバイス。あとフリーを進める意見として、次が一番多かったです。緑川美穂さん、Gリバーさんのツイート。会社員を進めるのは普通なので、フリーランスルートの方を、となると、学生の間にイラストで初任給程度の収入を得られているようならフリーランスで良いかと。学生でも稼げますもんね。デュエマ当時、我々学生でしたね。はい。というツイート。そして、メレさんのツイート。自分が学生の時、フリーランスになるためにしていたことは、最低限の土台作りと貯金でした。大学4年までに SNS フォロワー数が目標数までいかなかったら、潔く就職すると決めていたのと、卒業後、フリーランスになった時の心の余裕を作るために、バイトとご依頼で、1、2年は収入ゼロでも暮らしていけるだけの貯金をしていました。そして、魔王魔王さんのツイート。若いうちなら、やり直しもいくらでも効くし、どっちも経験になる。強力なメンタルと健康があればフリーランスに飛び込んでも不思議となんとかなる。蓄えとつながりはたくさん欲しかったけど。そして蝶野香織さん。私は退職後フリーランス絵師になりましたが、学生でもすでに絵の仕事を受けていて生活ができる見通しがあるなら即フリーになってもいいと思います。ただ社会人1年目の切り札は今しか使えない。フリーになっても使えるマナーや知識は身につくし、無駄な時間にはならないはず。イラストレーターに限らず。ということで、フリーになれるかどうかの一番の指標として、学生時代にある程度頑張って芽を出して、そこで初任給程度の収入を得られるかどうか、もしくは数年間食いつなぐだけの貯金をしておけるかどうかが、フリーか会社員の分かれ目になるよっていう意見ですね。まあ、それとこれはうまくいけば会社員よりもフリーランスの方が圧倒的に稼げるっていうのも、ここで語られている理由の一つに含まれると思います。まあ、会社員でね、デザイナー職で年収1000万円超える人って珍しいと思うんですが、フリーランスだとザラにいますからね。はい、そしてこれはもう無理死ぬさんのツイート。誰とは言わないけど、私の専門学校に来たことがある、とある有名絵師、すごく上から目線で人として残念な人だったんだよね。っていうことで、一見ただの愚痴のように聞こえますが、これ結構ね、重要なことを言っていて、人格がどうあれ、腕が確かなら、いけるっていうのもフリーランスのメリットの一つではあると思います。まあ、会社員だとね、周りとうまくやっていくのが必須条件だと思うので、まあ、こうはうまくいかなそうですよね。この方が言っているのが僕じゃないことをただただ祈っております。はい、そして酒井満さんのツイート。週3会社員やりつつ漫画アシスタントをやっていますが、安心感が違うので真ん中を取って半々もいいと思います。健康保険も会社が入ってくれるし。この方はね、すごくうまいことを兼業できているタイプで、週3回は会社員、残りは漫画アシスタントでフリーランスっていうね、うまくバランスが取れているパターンです。まあ、僕もね、一時期同じような働き方をしていましたが、かなり精神的にも収入的にも安定するので、これができるのであればおすすめできる働き方ですね。兼業のすすめでね、今言ったのに含まれない意見についても紹介していきます。兼業って言いましたが、必ずしもそうじゃない場合もあります。秋満さんのツイート。会社員の問題は定年があること。つまり会社員をやったらその後はフリーになる確率が高い。つまりみんな大体フリーになる。そして定年後からフリーレベルを上げていくには大変な労力がかかる。最初からフリーだった場合、その経験がないから想像するしかないが、売れなかったら寿命が短くなりそう。ってことで、僕がイラストレーターを目指すきっかけになった秋満さんからの視点ですが、秋満さんはね、お生まれが1964年なので、現時点では59歳。イラストレーターと
人は超ベテランの方で、この視点から語れる人ってね、めちゃくちゃ少ないと思うので貴重な意見ですね。フリーと会社員、どっちからコマを進めた方がクリエイター寿命が長くなるのか、そういう視点で考えてみるのは一つの手だと思います。いや、確かにこの視点めっちゃ大事だな。山崎海さん、会社員もフリーランスも大変なのは変わらないので、どこで自分が頑張れるのかが大事な気がします。会社員になれる方が収入面では安定するんですが、会社員になれるか否かも才能や適性な気がして、人に囲まれるのが苦手で、持病から大卒後フリーランスになった身としては、フリーランスの環境はちゃめちゃに向いてるなと実感する瞬間が多いので、自分が向き不向きかを見極めるのも大事かと。また社会人経験というよりは、仕事をしたい職での会社員経験があると活かせる傾向があるというイメージです。ビジネスマナーや事務業務は勉強すれば身につくこと、仕事は出版、メディア、ゲームといった業界でかなり流れが違うので、実際に業界に入るか依頼を熟せば自然とノウハウが学べると思います。自己管理についてはフリーランスの方が厳しい印象です。締め切り、厳守、風、ダメ、絶対。今ってクリエイター一つとっても仕事の仕方が多岐にわたって正解はないけど、仕事は生涯続き、好きな職でも楽しくも苦しくもあるので、頑張れる、楽しめる、学べる、そういう場所にいるのが一番素敵かなと思うのでした。ってことでね、当然ですけどクリエイター職って言ってもね、その仕事は多岐にわたっていて、自分にとって何が向いているのか、どんな業界に向いているのかを経験を通して学んでいくことはすごく大事なような気がしますね。ついね、僕はイラストレーターなので、真っ先にね、絵を描く仕事を考えてしまいますが、そうじゃなくて、例えばいろいろな人が作った創作物を多くの人に届きやすく企画、リデザイン、そしてパッケージングする役割として編集っていう仕事もありますし、自分は直接ね、作品制作しなくても進行管理という形で作品制作に間接的に関わるっていうね手もあります。そこまで含めて自分の向き不向き、まさに海さんが言うように、どこで頑張れるのかっていう視点で自分と向き合ってみるのもとても大事なことだと感じます。その他気になったこと、はい。でね、ちょっとここからはおまけ部分なんですが、もう少し踏み込んだ部分でちょっと思うことがあったので補足として紹介しますね。ぐげつさんのツイート、一度は会社員を経験した方がいいんじゃないかなというのが、フリーランス経験しかない自分の感想。すでにフリーで何年も仕事をしている知り合いでもいない限り、仕事のセオリーとか相場とか一切わからないままだし、知識を蓄えたりスキルアップしながら給料もらえるって考えたら相当美味しいってことで、これ意外と思っていたとしても言っていいのかどうかわかんないっていう人って多いと思ったんですよね。なのでこれについてもツイートしてみました。入社の動機として、優秀な人ほど将来独立したいが、そのために社会性や技能を向上させる必要があり、会社のお金で私を育ててほしいっていうのが正直に言えばあると思うんですが、でも育てたら去っていくわけで、面接の時にそれを正直に伝えた方がいいのか、隠した方がいいのか、未だに答えがありません。はい、これね、まあ聞かれてもないのに、あえて自分からね、いや将来フリーになりたいんですけど、自分技術もコミュニケーション力もないんで、会社でその力つけたいんで、セミナーとか技術研修とかもガンガン入れてもらって、会社の金で自分を育ててほしいんですよね、とかね、言う人はまあいないと思うんですが、でもね、例えば面接官の人に、5年後、君の将来はどうなっている予定？って、聞かれたとしたら、仮にね、フリーランスになることに憧れを抱いている人がこれを聞かれて、はい、御社の主要なプロジェクトでアートディレクターになり、大ヒットをバンバン生み出していきたいですとかね、ちょっとある意味嘘を危機として答えられる人って割と少ないんじゃないのかなっていうふうに思ったんですよね。ちょっと嘘ついてるじゃないですか。はい、アリクルさんのツイート、今ドンピシャで思ってるな、これ本当どうすればいいんだろう。はいですよね。マッドユーさんのツイート、普通はそんなこと面接で言うやつは取らないでしょう。正解は思っていても言わない。ジンさんのツイート、営業職ですが中途面接の時エージェントにそのことを相談したら、絶対言うなって言われました。新卒はまだ育てる過程で考えが変わるものですが、中途は育てる前提で見てくれないですからね。はい、まあそうですよね。普通はあえて言わないし、聞かれたとしてもひた隠しにするのが、まあ、セオリーといえばセオリーなのでしょう。ちょっとね、僕は顔に出ちゃうタイプなので、嘘つける気がしないなって一方では思います。
はい、その一方でこういう方もいらっしゃいました。黒猫もふもふさんのツイート。私は正直に伝えて雇ってもらいました。そういう側面も理解した上で、雇ってくれるところは魅力を感じるし、雇用側はそれでも働き続けたいと思ってくれたらなおよしという方針なので、結果的にかなり良いところに就職できました。焦げとんぼさんのツイート。大学在学中に雑誌の漫画賞を取ったりと、卒業時点ですでにある程度収入があったので、面接や就職後、なんでここに来たの？とか言われたのですが、企業や社会のルールが知りたい、作品作りの役に立つからって答えてましたね。まあ在学中もそのつもりだったので、就職しないという考え方は全くなかったなっていうことでね、素直にフリーランスになりたいって伝えても内定をもらえるっていうパターンも一定数あるようです。これはね、業界や会社の考え方にもよりますね。人材を育てて、たとえ巣立っていっても業界のためになったり、短期的には自社の利益の方が上回るという判断が下されれば、それでも採用してくれるケースはありそうです。まあ、そのメリットをね、自分で示せるかどうかがポイントになりそうですね。そしてリンさんのツイート。私が前いた会社の社長はむしろ独立推奨派で、僕はね、将来的にはうちの社員にはどんどん独立してほしいんだって言っていたから、3年経ったある日、私がそろそろ力もついてきたので独立したいですって言ったら、なぜかキレられて全力で止められましたということでね。はい、こんなパターンもあるようですね。この方無事に独立できたんでしょうか。その後が気になります。まあ、思った以上に優秀でね、手放すのがもったいなくなっちゃったんでしょうね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は生涯クリエイティブを仕事にしてみたい人が気になっているフリーオア会社員問題について、多くの先輩方の意見を参考にそれぞれのメリットデメリット紹介してみました。今日紹介した動画面白かったよっていう人は、またさらにそこから一歩踏み込んで、実際にね、仕事にした後にはこういうことを意識した方がいいよということを紹介した動画必見。もしあなたが絵を仕事にするときには絶対に気をつけてくださいもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。